どうも、もったいない工具買取専門家の吉原です。今回の動画ではダイヤモンドコアドリルについてのお買取、そして、ダイヤモンドコアドリルとは何なのかということについて動画を作成しております。当チャンネルでは電動工具、工具の用語解説またはその使い方について説明しているチャンネルとなっております。初心者向けに作成されておりますので、ご興味があれば当社のチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では早速本題に入りたいと思います。まず今回の動画ではダイヤモンドコアドリルとは何なのかという部分についてご説明をしたいと思います。ダイヤモンドコアドリルというのは、円筒形のコアドリルのビットがあるんですが、それを使って回転させて石材、そしてコンクリートなどに円筒形の穴を開ける作業に利用する伝統工具となっております。よく見られるのがエアコンの配管工事などで、配管を通す際に丸い穴が開けると思うんですが、それの部分はコアドリルを使って、穴を開けている、このように言えると思います。もったいないではこのダイヤモンドコアドリルの方を高価買取しております。ぜひ不要になったものがございましたら当社の方へご連絡していただければと思います。